後です。一本切りを目指す3分再開発の時間です。3分の意義とは？今回の選ばれし犠牲者はこちらです。高松沖合のカリブ海ですね。今回は、インフラの位置がいい感じに対象圏になるように路線を配置していきます。年明け初埋め立てなので、景気よくガンガン行きましょう。パッと位置決めして、さっとデコって、ちゃちゃっと仕上げて完成。ね。簡単でしょ。今回は時間があるので、隣の場所に、もう一品作ります。置く場所決めて、骨組み作って、買ってきたタワーマンションを盛り付けて完成。出来合いのタワマンでも一手間加えることで、えげつない風味が出せますね。260万世帯乗っても大丈夫。レシピのおさらいです。インフレする開発規模に果たして、ウプ主の PC は耐えられるのか。次回、Core i7、シス、デュエルスタンバイ。おいやめろ。トムです。好きな種別は東武伊勢崎線の快速。ゆずきゆかりです。老朽化した6連で10連を追い越すアンバランスな姿が好きでした。どもです。好きな種別は東急大井町線の緑確定。鶴巻巻です。各駅に止まるというその幻想を打ち壊すスタイルが好き。今回は高松沖合を埋め立て、ニュータウンを造成しました。これにより、マップ中央の海はほぼなくなり、運河のような状態になっています。このくらいの勢いで東京湾もちゃっちゃと埋め立てよう。カリブ寄りは、インフラに重点を置いたゆったり郊外エリアだよ。市内には、東西方向を高松方面とをつなぐ在来線を4路線整備。当然のごとく、造船スペースが用意されている件。さらに沖合に進出したら、新路線が横に添えられる予定です。南北方向には、カリブ、横瀬を結ぶ高速鉄道が3路線整備されています。空間軌道は、橋脚を設置することで維持電力を抑えたハーフレビテーション方式を採用。橋脚なしのフルレビテーション方式に比べ、工期が 33.4% 伸びますが、72% の省電力を実現しています。ただ、単純に空間軌道を設置するだけの工程に飽きたとも言う。高速道路も、余裕の3車線を2路線整備。320キロで高速鉄道と張り合う郵便トラックが見れるよ。インターチェンジはラウンドアバウトを採用。おじいちゃん殺しのダブルラウンドアバウトになっているので注意が必要です。逆走防止の看板が乱立する未来が見える。そして横瀬寄りには超高密度住宅モジュールが造成されています。かつてイギリスのエベネザー・ハワードが提唱した田園都市構想を最新テクノロジーを駆使し実現しました。どうしてこうなった？モジュール内には居住区が10地区、商業娯楽地区が2地区、屋上には農業地区と横瀬へとつながる田園と都市線の駅が完備されています。田園オンザ都市。この1モジュールには武蔵小杉によくあるタワーマンションを40戸束ねた1区画が10区画あり、合計400棟216,800世帯が居住可能になっています。これが12モジュールあるので全部合わせて260万世帯が収納されています。 3.5 川崎市の世帯数を収納できる驚きの吸引力。世帯数の割に横瀬の旅客は月間で100万程度です。一応住職接近はできている様子。今回開発した地域の路線図はこんな感じです。田園と都市線の確定は各モジュールと横瀬を往復するシャトル運行。郊外エリアは各駅に停まる優等種別が直通しています。各駅に停まる優等とは？速度は240キロ以上と速達性はあるので無問題です。そして横瀬駅は12面24線増加し178面296線になりました。高速専用の予備ホームも営業開始したよ。駅戦闘力は27億9325万4320と 0.33 熊谷になりました。やっと銀河的無人駅から銀河的業務委託駅の規模になったね。ちなみに今回の路線は車庫を設置する場所を考えてなかったので、横瀬から南へ抜け立て塚の奥にある山頂に車両基地を設置しました。営業距離の半分近く改装する不具合。列車も営業前後のウォーミングアップとクールダウンが重要なのです。それに海が全部干上がったら山を侵略するので、その時活用されます。多分。それではこの改装マシマシの路線に乗ります。ゆっくりしていってね。